ご成人おめでとうございます。所沢市観光大使の八角部屋の北東時代記です。皆様にとって成人の日は人生の大きな節目であり、一度しかない日でもあり、そして大きな誇りと将来に対する夢と希望に胸を膨らませてここにおいでのことと思います。 私が成人の集いに参加した時は、実家の近くでもありました、あずま町づくりセンターで行い、その時は大雪が降っており、ある意味いい成人の集いだったと思います。また、たくさんの友人や知人に、 会うことができて、そとても懐かしくて、嬉しくて、今でも記憶に残っています。そして、その時に強く思ったことがあります。それは感謝の気持ちです。この20年間、私は、両親、家族、 そして多くの方に支えられて20年間生きていきました。皆様も感謝の気持ちを持ってそして言葉に伝えてみるといいと思います。私は所沢にはいろんな思い出があります。中でも ところざ祭りなど、たくさんの人が集まって、活気のある、このところざが大好きです。また、大好きな場所と言えば、やっぱり、航空公園で、その時も、たくさんの仲間と遊んだり、そして学校の行事などでも、 行きましたとっても思い出のある場所です、えー、今年は新型コロナウイルスの影響で様々な自粛が求められ大変な時代になりました相撲界もそうですがマスク着用や感染防止対策など一人一人が感染防止対策について真剣に考えています 一日も明るく元気な生活が取り戻せるようみんなで協力していきましょう。私も一人一人の成人として感染防止に取り組んでそして稽古に励んで期待に応えられるよう頑張ります。今後も応援よろしくお願いします。成人の皆さん これからのご活躍をお祈りいたします。本日はおめでとうございます。